自習館高等学校は、愛知県と橋市、富本町にある公立高等学校。1893年に、私立補修学校自習館として開校。公名の由来は、三河吉田藩藩主の松平新福が設立した藩校である、自習官設立からで、官名、自習は、講師、論語の学びて時に、これを習うという一節に由来する。 敷地面積は公立高校で全国第2位である。2008年に SSH、加えて2015年に SGH の指定を受けた。2011年から英国のセントポールズ校とセントポールズ女子校、2012年からドイツのオットフォンタウベ、ギムナジウムと姉妹校提携を結んでいる。毎年9月上旬。 文化祭と体育祭を合わせた実習祭が3日間開催されている。文化祭は2日にわたり開催され、1日目は内部生徒のみで模様され、2日目のみ一般公開されている。例年2日目に中学生の体験入学も同時に実施されている。体育祭は競技別に分かれて組で競う。毎年春に3年前期の HR 会長による 抽選により、縦割りの組で色が決められ、各組ごとに代用のカラーシャツを購入、前後に組、名簿番号のワッペンを縫い付け、着用するように指定されている。一時期は、男子生徒による相撲体操の演武が慣例となっていたが、家庭化必修化に伴う練習時間の不足を理由に、1994年度、入学生から廃止された。体育祭までは、 相撲体操の存続を望む有志により、閉会式後にゲリラ開催が行われ、職員も黙認する状態であった。現在は体育祭後、男子のみが参加できるファイヤーストームが行われる。毎年7月と3月にクラスマッチが開催される。体育祭と同様のカラーシャツを着用するように指定されている。ありがとうございます。